はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は僕がいつも交流戦前にやっているウォーミングアップ、ボット打ちの仕方を紹介したいと思います。前に紹介したボット打ちの仕方とはね、またちょっと違うやり方なんですけど、これは海外の、プロプレイヤーたちもやっている、やり方です。かなりちょっと特殊で、タイトルも上級者向けって書いたんですけど、まあ、なんで上級者向けかっていうと、まあ、普通にこう大会とかに出るプレイヤーじゃなくて、普通に公開マッチをね、まあ、楽しくこう遊ぶ人たちからしたら、別にこんな、なんだろう、ややこしいっていうか、めんどくさいこと別にしなくても全然大丈夫です。本当に右スティックでのエイム調整をこうあえて難しくして練習するっていうやり方なんで、まあ、その遠距離とか中距離の、精度をね、より高めるための練習方法ですね。で、海外プロプレイヤーもやってるって言ったんですけど、もちろん全てのね、海外プロがやってるわけじゃないんで、まあ、この練習方法がね、みんなに合うかどうかはわかんないです。まあそこはやっぱ人それぞれなので、まあ、僕は最近このやり方すごく気に入ってるので、このやり方でウォーミングアップしてます。はい、というわけで一体どういうボット上の仕方なのかっていうのを説明していきましょう。まず SMG と AR 編、ちょっと別々ですね。まず SMG 編、まずはじめに感度を上げます。僕は今感度5をね、使ってるんですけど、だいたい7から10に上げてやってますね。 SMG 使ってる時は今10に上げてます。で、プラスエイムアシストを切ります。全て切りますね。で、これがかなり、ポイントで、まあエイムアシスト切るとそりゃ中距離とかね、長距離、まあ本当難しくなりますね。まあ、これによってこう中距離とか長距離の、まあエイムの微調整っていうのをこう練習するやり方なんですね。で、感度上げてエイムアシストなんて切ったら、まあエイムの調子がね、狂っちゃうんじゃないかって思う人もいるかと思うんですけど、これがね、このボット押し終わった後に感度をね、戻してやるとね、すごいめっちゃ当たるめっちゃ当たるんですね、これが。まあこれは個人差あると思います。まあ練習法がね、全ての人にこう、まあなんだろう、適用する練習法なんてもちろんないんで、これは人それぞれだと思うんで、まあ誰でもできるよとは言えないんですけど、もちろん、まあすごく僕はこのやり方がね、かなり、効いてるので、最近はシップメントでだいたい600から1000体まず交流戦前に打ちます。で、その後にまた AR のね、ボット打ちもやるんで、まあプラス100から200ぐらいですね、交流戦前は。で、シップメントでの、このボット打ちの装備なんですけど、PPSH、まあ、いつも通り交流戦に使ってるクイックグリップロンバネに、派遣で、で、過激化にしてますね。まあ、ダブルキルすると弾が補充されるんで、まあ、うまくね、電キルが繋がってれば、もうずっとリロードしないでボット打ちができるっていう、すごい便利なので、これでボット打ちをしてます。もう、あとはひたすら、まあ、600から1000体納得いくまでずっと打つ感じですね。まあ、なるべくこう実践的な伏せ打ちだったり、ジャンプだったり、横移動だったりをなるべく入れつつ、こうなるべく外さないように、打っていってます。このやり方はですね、好感度の人はちょっとどうなのかなっていうところがあって、こう僕はね、こうこのやり方をした後に、まあ、感度戻してエイムアシスト戻すと、やっぱ低感度の感覚、まだ錯覚なんですよね。なんか高感度に慣れた後に低感度にすると、やっぱすごい当たりやすくなってるっていう、まあそういう錯覚もこう含めてるんですけど、高感度の人はもしかしたらあんまり微妙かもしれませんね。まあめんどくさいですよね。これは相当めんどくさいやり方ですね。だからまあ普通に公開マッチをね、楽しくやる人からしたら、まあ全然こんなことする必要ないです。本当めんどくさいんで、普通に楽しくやってた方がいいと思います。まあ僕はこう本当になんか自分の、まあ COD はまあエイム力だけじゃないので、もちろんなんか連携面が一番なので、まあでもそのやっぱね、個人技は最低限もちろんね、必要なので、まあこういうやり方でちょっと、なんだろうな、自分の上達方法も探してる感じですかね。なんかやっぱり
もう僕も COD 歴結構もう10年ぐらい経ってきて、やっぱりなんかずっと同じ練習法じゃね、なんか上達もね、なんか止まるような気がしてるんで、まあこういう新しいやり方もやってみてる感じですね。はい、では次に、AR 編やっていきたいと思います。はい、 AR 編はよりこう長距離のエイムのみにこう重点を置いたやり方ですね。で、まあ、武器は今 STG クイックグリップロンバレーサイトかなの歩兵 でフォーリッチですね、弾を補充するやつで、マップが、まあ、グスタフキャノンっていうねところですね。で、感度はね、AR の時は感度を、まあ、上げるんですけど、7にしてます。で、エイムアシストは全部切ってる。まあ、まあ、動画で流れている、まあ、この位置でずっと、まあ、100から、いや、まあ、100体ぐらいかな、100体ぐらいですね、こう、SMG のあのシップメントの、ボット値終わった後にこれをやってます。まあ、そう、なんだろうな、こう、シップメントほどたくさん撃てるわけじゃないんだけど、まあ、こう長距離のエイムを練習するためにこのねクソ広いマップでやってる感じですね。まあなかなか効きますね、なんかなかなか効く。まあエイムアシストがないんでね、相当当てにくいですね。で、なんかなるべく自分も動くようにしてますね。まあ実戦ではやっぱり自分棒立ちでこう打つことなんで、まあもちろんない、ほとんどないですからね。なるべくこう横移動とか、まあたまにジャンプも入れたりとかねしつつ、まあこれもめんどくさいですよね。もうめっちゃ時間かかるし、これシップメント以上に時間かかるんで、これは本当にまあもしこう大会とかね目指してる人でもっとなんかまあ自分の個人技磨いておきたいっていう人にね、まあもしこうこの練習法を合えばねやってみてください。はい、というわけで僕が最近、やっているボット打ちの紹介でした。そして今月の24日に、プロ対抗戦 Day 5があります。もうワールドオーツもね、ラストになってくるので、最後の大会、勝って TGS まで行きたいですね。ぜひ応援の方よろしくお願いします。現地に、ね、来る方はぜひ現地で会いましょう。というわけで今日はお疲れ様でした。Dance all night long till the lights come